っと男で花は微妙やな、やっぱり。どうもジャジー系です。今回もニーアウトモードね、続きをやっていくんですけども、今回森の試練ということで、ちょっとね動画外でいろいろ操作できるやつを増やしてきたんですよね。だから50はいけんじゃないかということでやっていきましょうよ。こいつは使ったことあるでしょう。まだなんか取ってないやつがまあまあいるってことやんな、これ。おわ、いたいたよ。こいつ使うか。こいつ結構無敵やったからな。使います。はい、武器ドリルでしょう。しゃ、いったろうやないか。結構こいつも敵やねんやんな。めちゃめちゃ強いな。はい、余裕。さあ来いよ。おらおら、強いね。おいおい、ドリル最強。いった、おー、いいね。おめでとうございます。こちらが景品になります。もっと簡単に倒したな。勝ち方にこだわりが出てきたら一人前だな。あー、結構いろいろもらったけど全部持っとるってことか。おお、なんかドリルやったら60もいけんじゃないのって感じやねんけど。よし、行ってみるか。さて、じゃあもう一回こいつでいきましょう。もちろんドリルで。怪我をするでしょう、普通に。よっしゃ、速攻やられてんけど。マジかよ、めっちゃ強いやんこいつ。瞬殺やったやん。ちょっと無理やったな。しょうがない、これは終わりにしよう。お、あった。よし、不死鳥の探検をゲットと。よし、順調に武器がね取れてますね。続いての武器入手はこっちなんですかね。さらに奥か。で、この上か。 OK。 で、この奥にあるらしい。当たった。これ両方とも取ってなかったんな。知らんかった。違う違う違う、ちょっと待って、こう、ああ、大電薬を取得したと。ここがハッキングで、おお、早いな。開くと OK。110の双剣と、双剣じゃないよ、槍やね。さて、続いての武器がこの辺にあるということで、ちょっと遠いんかな。なんかあった。こっちでいいんかい。こっちで良さそうやね。一応事前にですね調べてきたんですけど、この奥、この奥か、これだな。ちょっと待って待って。あ、武器入手します。草原の隆起層で、もう一つ森林地帯に武器がある
らしいんですけども、なんかこっから登っていくんかな。あら、あ、落ちてまった。違う違う違う。で、こっからこの崖に登っていくんかな。あ、こっちか。こうやね。で、ジャンプ。こっちでいいんやろか。で、お、誰か倒れてるけどほっとこうか。これをジャンプして、OK、この奥っぽいね。これや。おお、何やこいつ。おお、マジか。結構敵おんな。ハッキング、あ、ハッキング、 OK。 これもハッキング、 OK。 よし、そう、この祠の中に、この白のなんとかなんとか、ちょっと読めへんけど、あともう一個このタイミングで多分取れるっていうことなんで、行きたいのがこの中ですよね。この中の、あれ、こっちか、この地下の、あれ、ここね、にあるってことらしいんで。ああ、なんか開いた。おお、押してみたら出てきたよ。そうそう、悪魔のサイガーでいいんかな、ちょっとよく分からへんけど、これはどうやったらは、バグって、あ、こうか、なるほど、こういうバグがあるってことね。なんかもらった。ラッキー。完了。でも正直もっと難易度の高いゲームを作りたいんだよね。そういうわけで4色テーブルを持ってきてくれ。持ってくる。よ、確か、廃工場の機械生命体が持っていると。仲間が離れて歩いている変なやつだった。それじゃあよろしく。うん、どこにいるんやろか。お、更新されました。オッケーオッケー、じゃあ戻るか。さあ戻ってきて、またゲームやんのかな、もしかして。またバグ水ケアとか言っても結構難しいんやんな、あれ。はいはい、持ってきましたよ。もう4色ケーブルだ。これ、俺にくれる？よし、ちょっと待ってて。これを繋いで。OK、ちょっと難易度が上がったよ。バグを見せてくれたら報酬が上がるから遊んでみてね。遊びましょう。ゲームを楽しんでと。次はどういう感じ？あー、わからん。どこにあんねや。違うんかな。どこや。どうせまた穴があるんでしょう、どうせ。違うんか。こっちなんかな。あ、よくわからんかったけど、やった。レベル2が3。あともう一回ぐらいあるんちゃうかな。ただ正直もっと難易度が高いゲームを作りたいんだよね。
ヘビーユーザーをターゲットにした。そういうわけでまた5色ケーブルを持ってってくれてないか。持ってくるよ。スパシーバ、それじゃあ5色ケーブルをよろしくねと。砂漠の機械生命体から採取できると。群れの中に回り込んでるから頑張って探してね。採取って仲間じゃないのか。クリエーション万歳なんてやつや。しょうがない、また行くか。よ、周辺に来ましたね。多分ここにその5色テーブルを持ったやつがおるんでしょう。めっちゃなんかいっぱいおるけど、なんて難しいんだ。 OK、 お、更新されました。 OK、 よし、戻ってきたよ。まったくお使いが多いな、ほんまに。またバグを発見するって感じかな。はい、どうぞ。おう、5色ケーブルだ。これ俺にくれる。いや、あんたのために取ってきたなんて。デバッグしてるのか。マリらしい難易度になったよ。バグを見つけたら報酬が上がるから遊んでみてね。ゲームを遊びましょう。よっしゃ、まいって。あった、見つけた。もう次のゲームは作らなくていいの。うう、実はアイデアが寝たきれなのです。クリエーションはそんなに簡単じゃないことを思い知りました。ということで引退させていただきます。ありがとうございました。やった、いっぱいもらった。もう全部持ってるからあかんねえよな、多分。で、もう一個ね、サブストーリーがね、あるっぽいんですよ。サブストーリーとサブクエスト。で、マップにマーカーが出てるんですけど、その位置にちょっと行ってみたいな、ということで。どこなんや、これ。ここか?この奥か。この奥に?これか。へえ、変わった花ですね。月の涙と呼ばれる植物。月の涙。え、いつの間に。え、見るや。この花、月の涙って言うんですね。これを見ているとなんだかいろいろなことを思い出します。なぜだかは分かりませんが、巨大なイノシシに何度も襲われたことや、体を壊されてその度にいろんな部位を装着して試したりとか。なかなか壮絶ですね。それにこの花を見るとよくわからない感情に満たされるんです。胸のあたりがキュッとするような。あの、一つお願いがあるんですけど、いいですか。もしこの月の涙の咲いている場所を他にも見つけたら教えてください。このよくわからない思いの正体を知りたいんです。だからお願いします。いいでしょう。ありがとうございます。もし月の涙を見つけた時はこの周波数に通信してください。ではお願いします。うん、どっか行った。なるほど。花がどこに咲いているのか。なんかこの上かな。よくわからんな。どうやって登んねん。あ、なんかここっぽい。あった。これは月の涙。エミールさんに知らせましょう。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は。今すぐ行きます。そこにいてください。え、そこにいろっていつまで。お待たせしました。はいや、なんやこいつ。そうだ、そういえばここは。何か思い出したの。ずっと昔この花を保護していた記憶が。
断片的に残っています。でもどんどん砂が浸食してきて、花もどんどん枯れていって、そういえばその頃から人を見かけなくなった気がします。人間を探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。この周辺にあれちゃん、これや。これは月の涙ですね。エミールさんに知らせましょう。見つかったよ。何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。またか。そこにいてください。そこにいろって。入った。早いね。やっぱり早っ。ああそうか、ここは昔エイリアンが襲来してきた時のことです。僕はここで地球を守るために必死になって戦いました。へえ。ミールさんがきっと何か守りたい大切なものがあったんだと思います。こいつも戦ってくれたんや。それが何かはわからない。探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。ああ、釣りで謎が分かりそうな雰囲気ですね。なんなんやろ。おお。おお。おおおい。この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって、ちょっと街全体が沈下しつつあるんですよ。やばいやばい。おっしゃ。頼むわ。一体なんなんや。ビビった。生命体が家族の復讐。馬鹿げてる。王国、人類史にも似たような事例多数。復讐の多くは正当な行為として認知されている。なるほどね。僕は無理かな。かよ、同じ武器で。よし、オッケーけだ。よし、クソが本当に。よし、あげた。アーカイブを入手。アーカイブを入手ね。何やろうか。それはいいんですけど、この上に武器があるよね。よっしゃ、手に入れた。機械操作戦でも自力でいけたね。ただこれ戻れへんよな、多分。はい、戻れなかったですと。まあでも目的はね、達成したんで、サブストーリーのさ、この、あれ？花はどこに咲いて、あったった。お風呂に入りましょう。トゥビ。アンドロイドは風呂に入る必要はない。
定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ない。痛い痛い。もう 2B はと気分ですよ気分。ちょっと待って待って、じゃあ花をさ探してるんですよ。とりあえずここにもあったあった。これは月の涙ですね。エミールさんに知らせましょう。この戦いになんか来るんかこいつ。はい、なんでしょう。月の涙を見つけ、今すぐ行きます。お待たせしました。はいや、さすが早いですね。ああそうか。ここでは何があったんですか。エイリアンとの戦い、その戦況は日々悪化していきました。僕は戦闘に勝利するために自己増殖したんです。でも敵の数もどんどん増えて、たくさんの自己増殖命を落としました。もうずいぶん昔のことです。そうですか。エミールさんっていつから生きてるんですか。よくわかりません。戦うのに必要のない記憶だったから。探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。まだあんの。こっから飛ぶの。 あっちに飛ぶんか。オッケー、来たー。で、向こうか。オッケー、行った。ここにあるんじゃない？ここっぽいんだが。この上とかやめてや。え？あるでしょ、このどっかに絶対。この上かな。違うね。ちょっと待って待って。この下降りていいんかな。あ、なんかあった。宝箱ゲット。OK。お、あ、か、謎の石板。でもって、あったよ、ようやく。これは、月の涙ですね。エミールさんに。お待たせしました。はいや。連絡してへんし。伝えてすらいないのに。エミールさん、大丈夫ですか。どうしたんや。今思い出しました、僕は。え？ありがとうございます。おかげで大事な場所を思い出すことができました。大事な場所。はい、それは彼にとってとても大事な場所。お礼に案内します。この鍵を使ってください。エレベーターの鍵。これはショッピングモールにあるエレベーターの鍵です。後でこの場所に来てください。すみません、先に向かってください。僕はもう少しここにいます。おお、なるほど。でショッピングモールのとこに行けばいいのね。さて着きましたけども、ここやな。エミールさんから渡された鍵はここのものですよね。開く。さあ行ってみよう。一体何が隠されてんのやろ。めちゃめちゃ気になるな。来た。なんやここ。すごい、こんなに月の涙が。この場所は。来てくれてありがとうございます。エミール、ここは僕がどうしても守りたかった大切な思い出の場所です。いえ、
正確には僕だった人なのですが。よくわからないな。詳しく教えてくれますか。僕はもともと大昔に兵器として作られました。ありとあらゆる環境に適応し、殲滅するための兵器の一部として。兵器だったのか。エイリアンとの戦いが始まった時、僕は自己増殖による兵力増強を行いました。自己増殖。はい、僕は複製された無数のエミールのうちの一人です。僕たちはお互いに協力し合うことでなんとか防衛線を維持していました。しかし、そうやって何百何千とコピーされていくうちに、僕たちの記憶は薄まっていったのです。ここはもともとのオリジナルのエミールが好きだった場所。ずっと昔大好きな人たちと一緒に過ごした場所。辛いことも悲しいこともたくさんあったけれど、でもオリジナルにとってあの旅の記憶は本当に本当に宝物だったんです。僕の記憶の中にもかすかな名残として残っています。そのオリジナルってのはどこに。わかりません。僕らはそのあまりにも数が多くなってしまったので。そうなんだ。そして僕たちには決着しなければいけないことがある。え？ああ、そうだ。これまでのお礼にこれを渡そうと思ってたんです。どうか受け取ってください。月の涙の花飾り。ほう。月の涙は願いが叶う花だと言われているんですよ。ありがとう。僕の方こそありがとうございました。おかげで大切なものを思い出すことができました。この思い出があれば僕は一人でも頑張れます。なるほど。月の涙。おかげでここはなんなんやろな。なんかアイテムとかあるんかね。あ、ある。ここは何があんねや。金庫か。そんなに大したもんじゃなかった。さっきのアイテム何なんやろ。重要なアイテムだから、これか。装備。こいつがつけるとなんか変な気すんな。やめとこうか。ちょっと明るいとこ行ってから見てみますかね。ちょっと男で花は微妙やな。やっぱりこれは 2V につけたい気するけどな、やっぱり。はい、ということで、今回は、武器ね、取ったっていうことと、あとは、こう、エミールの追憶ね、やってきましたんで、今回ね、これで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ツイッターもやってますので、フォローお願いいたします。ありがとうございました。